Hi everyone! Welcome back to g o f u n a g l I'm Sarah Sensei. みなさん、GoFunAgo へようこそ !Sarah Sensei です。この前の GoFunAgo で A 本読みましたよね。Leslie Patricielli の The Birthday Box。それ、Sarah Sensei が言ったのが、その A 本も見たことなかったですね。本屋さんとかあのライブラリーでも見たことなかったですね。今日のも Letlie Patricielli の HireHire Higher, Higher です。私もこの A 本は初めて見ました。 あの古い本屋さんでこの前見つけてとってもびっくりしました、ね。もしかしたら今から皆さんが見たことない珍しい絵本も一緒に読むことができます。ね、レスリー・パチオセリーの絵本はいつも可愛くて面白いので今日は HigherHigher 一緒に読みましょう。これ皆さんは公園で行くときお母さんとお父さんとおばあちゃんとおじいちゃんとお友達と行くときには、ね、ブランコ乗るときに もっともっと押してっていうことを英語で igher, Higher, Higher って言います。今日の英本一緒に読みましょう。Higher, Higher by Leslie p a t r i c s e l l i i h h g e r h i g h e r Higher, 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 Higher. higher, higher. Higher, higher, <laughs> higher, 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 high, 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 five. Bye, bye. <Again! 笑> とってもとってもかわいいですね。なんかこの絵本かわいい。言葉が少なくても子供がよく使うの言葉。Higher, higher と Again。もう一回、もう一回でよく子供たちが使います。ちょっと戻りましょう。でそのエイリアンに 挨拶する時は、Hi、って言いましたね。Hi、は Hello の短いちょっとてもフレンドリー。友達同士でよく使うの、Hi、ちょっと言ってみてくださいね、Hi、はいはいせーのはいよく上と下行きますよねはいだったらちょっと冷たい怖いあのイントネーションになりますからはいせーの完璧ですはい。次のページで、 ハイファイブってやりましたね。ハイファイブはタッチっていうことですね。ハイファイブは高いゴーっていう意味ですね。手の指が5個あるから、高いゴーハイファイブって言います。はい、皆さん言ってみましょう。せーの、ハイファイブ使ってみてくださいね。<laughs> はい、次は、バイって言いましたね、エイリアンに。バイはグッバイの短い番ですね。 とってもフレンディでグッバイは言えなくてもやっぱり子供たちはバイってよく使いますこれもバイ怖いバイ上と下バイはい言ってみましょうせーのバイ <laughs> perfect。はいで彼女がいっぱいいっぱいいっぱい見ましたんだけど最後はアゲンもう一回 <laughs> 皆さん言ってみましょう again せーの、again 完璧ですね。この HigherHigher の英本が大好きでした。皆さん、ぜひぜひ、今度公園に行くときに使ってみてください。HigherHigher! Higher! お母さんとお父さんとおばあちゃんとおじいちゃんは、あの最後にハテナを入れると、もっともっと高くいくっていうときは HigherHigher higher でも使えます。 で、アゲンも、a i n も使ってみてくださいね。Thank you for watching, and we'll see you next time. Bye!